そうだな、僕たちは例えば今この瞬間にね未来を変えることできないじゃないですか。10年後の未来、じゃあ今変えてくださいよってちょっと難しいですよね。未来を変えることはできないんだけれど、過去を変えることはできる。例えば登場に失敗した過去だとか、好感度が低かった過去だとか、相方がアホだった過去だとか、ね、友達と一緒に恥をかいてしまった過去だとか、そういったことって例えば今こうやってここでこうやってネタにしたら、あのネガティブだった過去がすごくこう輝きを増して、ああちょっと登場失敗してよかったなと思えるし、好感度低くてよかったなと思えるし、相方がアホでよかったなと思えるし、まあ石田君がドジしてくれたらよかったなと思える。僕たちは未来を変えることはできないけれども過去を変えることは可能である。でね、ここから皆さん社会に出るわけでしょ。でいろいろまあ挑戦するわけだ。じゃあ最高の仲間に会えることもあるし、最高のパートナーに会えることもあるし、最高の景色に出会えることもある。一方でまあ涙する夜もあるし、挫折もするし、傷も背負うし、言われのないバッシングを浴びることもある。まあその挑戦にはそういったネガティブな結果というのはまあつきものであるということですね。でも大丈夫、その結果っていうのは間もなく過去になって、僕たちはその過去を書き換えることが可能である。失敗っていうのはその瞬間に止まってしまうから失敗なだけで、その失敗を受け入れてアップデートして試行錯誤して成功するまで続けてしまえば、あの時の失敗が必要であったっていうことを、まあ、知るわけですね。つまり何が言いたいかというと、理論上失敗なんて世の中には存在しないという話です。このことを受けてね、僕が皆さんに送りたい言葉は一つだけですね。失敗なんかしないから挑戦してください。で実際挑戦でも、世界から鼻で笑われるような挑戦でも、皆さんにはすごく時間があるんだから、たくさん挑戦してください。で一応絵本作家だから、絵本作家っぽい話でまとめると、横顔に自信があるんですよ私。絵本作家だから絵本作家っぽい話でまとめるとね、今チックタック約束の時計台という絵本を作ってる途中なんですね。どんな物語かっていうと、時計台の物語ですね。時計の物語ですね。時計ってすごく面白くて、ご存知だと思いますが、あの長針と短針があって、まあ、あいつらは1時間に1回すれ違うんですよ。重なるんですよ、まあ、1時5分で重なって、2時10分ぐらいで重なって、3時15分ぐらいで重なって、で、まあ、長針がもう1回追い抜いたと思ったら、またこう4時何分かで重なる。毎時1回は重なるようにできているんですけれど、11時台だけは重ならないの。11時台だけは単針が先に握っちゃって、その2つの針って重ならないんですよ。次に2つの針が重なるのは12時鐘が鳴る時ですね。伝えたいメッセージは何かというと、鐘が鳴る前は報われない時間があるということです。これは僕にもあったし、ここ皆さんにも必ずある。人生における11時台というのは必ずある。でも大丈夫、時計の針は必ず重なる。だから挑戦してください。皆さんの挑戦がうまくいくことを願っております。頑張ってください。僕はちょっと先で待ってます。でいつか一緒にお酒飲みましょう。卒業生の皆様、ご家族の皆様、本日はご卒業おめでとうございます。キングコング西野亮廣でした。